ゼロエミッション。それは廃棄物ゼロを意味します。ゼロエミッションの達成、そして循環型社会システムの構築へ、私たちリサイクルパークは真剣に取り組んでいきます。私たちは搬入された廃棄物の徹底分別を実施し、リサイクル率 90% を達成しています。搬入される廃棄物は、廃プラスチック類、紙くず、木くずなどが混砕された状態で搬入されます。中でも、私たちは木質ペレットと廃プラスチックのリサイクルに力を入れております。木質ペレットは建築現場および木材加工の端材などから無垢材のみを原料として選別。木材の成分であるリグニンを熱で融解し固着させることで成形するので接合材の添加は一切ありません。成形された木質ペレットはストーブや農業用ボイラーの燃料として販売されます。また建築現場や工場などで発生するプラスチックを大型プレス機で梱包し、国内と国外の商社に販売しています。選別ラインでは30ミリ以下の混合物を流砂系まで細かく選別しており、県内でもここまで分けている施設はほとんどありません。廃棄物の中からリサイクル可能な手で拾えるものを種類別に分け、粗選別の段階でリサイクル率 70% を達成します。処理後の廃棄物はその種類ごとに再生資源の原材料マテリアルとして高カロリーの固形燃料 RPF など熱エネルギーサーマルとしてリサイクルされます。リサイクルパークは茨城県より石綿含有産業廃棄物の積み替え保管に関わる試験研究施設5社の中にも指定されております。また県内で放射線量が計測できる販売機を設置している施設は我が社のみです。ゼロエミッション達成を目指して、私たちは循環型社会システムの構築にこれからも貢献していきます。